歯磨き、お風呂に入ってる時、ずっと本を読む、深呼吸、山本舞、高校2年生のウィンターカップ、ヨーロッパ、シラップさんのプール、とりあえず何も考えずにやってください。昨日より強くなること、クラシックの音楽を聴く、お風呂に入って休む、本を読む、臆病、腕の長さ、これから東京オリンピックに向けていろんなところでスポーツが盛り上がっていくと思うんですけど、バスケットボールもこれからどんどん一緒に盛り上げていけるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。